べちゃうんだよ。スキップエンジョイ、レッツフライハイ、色褪せない記憶たどれば平凡な毎日だって。監督とヒロイン不在じゃこの映画も終わりね。なんであんなことしたんだよ。暇つぶし？お前のせいで朝比奈瑞稀と写真撮れねえじゃないから。そんなの知らないわよ。何者だよこいつ。元放送部。まだ辞めてないから。まだ放送部。まだ放送部はこの撮影のチームの一人だったの。まだ放送部はチームの一人であり、もともとはヒロイン。ん？なんでヒロインはまだ放送部から朝比奈瑞稀に変わった？その辺の事情は難しいけど、簡単に言うとまだ放送部が演技するの嫌そうだったから。ちょっとやめて。私リナ、まだ放送部って名前じゃないから。さてあれか、まだ放送部。おい、はったおすぞ。さてはヒロインをやりたかったんだ。さてはヒロインをやりたかったんだよ。ふん。え、何言ってんの？ヒロイン変えられたの恨んでんだろ。ヒロインを変えられたの恨んでんだろ。違うし、ただの暇つぶしだし。すげえ図星みたいだ。違うし、すげえ白地らしい。とにかくまだこの映画終わってない。出よう。今さらね。今さらは無理だが。そうだな、鳩役はどうだ。こいつ鳩していい？こういうやつなんよ。どっちにしたって今さら戻れないよ。大丈夫。何が？二人に謝りに行こう。嫌だよ。謝って済むわけないじゃん。済むわけないよ。じゃあ。でもなんか前に進める気がする。俺もこのままなんて嫌だし、謝らせるよ。じゃあまず朝比奈瑞稀の家に行こう。それは瑞稀さんの家に行きたいだけだろ。そんなわけねえだろ。先輩の家に行く。ピンポーン、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 ピンポーン。いねえじゃん。連絡するべきじゃなかったの？あれから先輩と連絡取れなくて。誰かさんのせいでな。うっせえな。じゃあ次は朝比奈瑞稀の家にレッツラゴー。何？あ、出てくれるんだ。出るまでかかってきそうだから。よくわかってるじゃん。私とゲームしない？嫌だ。勝負に負けた方が勝った方の言うこと聞くってやつでしょ。ど定番じゃん。よくわかってるね。じゃあいつもじゃない方の公園で。ちょいちょい。まあもう今日はこれでいいかなと。マジ変な目で見られるからやめて。まあいいんじゃね。さすがだね。やっぱ人気 YouTuber は違うね。けじめつけに来た。これはこれは無駄足もいいとこだね。この状況でゲームって、あの人たちは。それも公演で。あと2話で終わるって本当？らしい。次回テイク19、寒空の下の決闘。